皆さんこんにちは、スマッシュ TV です。 YouTuber あやなんがしばなんチャンネルにてもうこれで終わりにしますというタイトルで最新動画を投稿。約20分にわたったこれまでの騒動の経緯を説明した内容でした。今回はその動画をいろんな理由で見たくない方のために詳細をまとめてみました。ちょっと砕けた感じでこれまでの経緯を説明します。10月4日夜の21時に約3週間ぶりに投稿されたしばなんチャンネル。一番最初から話します。要点だけまとめます。開幕でそう説明をされるあやな。説明を開始され2014年にまで遡ります。ここからは聞く人によっては気分を害してしまうような内容も多々あったので要点だけ簡潔にまとめてお伝えしたいと思います。徹也との出会いは2014年でお互い人気になり始め、当時あやなんは学生で幼稚園の先生を目指してた。仲良くなってコラボ、岡崎で徹也と肉体関係を持った。徹也はあやなんに好意があった。あやなん視点。徹也宅でお泊まりの翌日に初芝湯。芝湯の第一印象は体張りすぎでかわいそう。芝湯に対して尊敬、母性本能が湧く。速攻で付き合う。ここで徹也に確認はしなかったのは事実と認める。付き合って1ヶ月で芝湯に徹也と関係を持ったことがあると告白し、少しの間三角関係でギクシャクした。これが全ての元凶だったと語る。すぐあやなんと芝湯のしばなんチャンネルが東海オンエアがいる目の前で設立の話が出る。東海の虫眼鏡が教員を辞めたタイミングで東海のサブチャン編集の担当にされる。そのことに納得いかなかった芝湯がしばなんチャンネルの編集頑張っちゃう。芝湯がメンバーに言いたいことを言えない。それを見ててあやなんはかなりストレスだった。あやなんと芝湯が言うことを聞かなくなったので徹也が東海のブログで「あやなんってやばい女がいる」と拡散するかのように書いた。芝湯は嫁を擁護するどころか一緒にいじってた。東海の「あやなんは女じゃない」いじりがストレスだった。妊娠中に東海のサブチャンに出た時、ソファーに座っているあやなんを押して倒されたことがある。しかもそれを笑いにしていた。徹也が天才すぎてあやなんをヒールに仕立て上げてた。東海には歯が立たないし徹也の嫉妬もあり、当時は謝ってあげていた。一番嫌だったのはクイズミリオンエアという企画で風俗 NG だったはずが、芝湯が風俗に行っていたことを動画にすると深夜に呼び出され、最終的に公開してほしくない旨を伝えたが動画は公開され、芝なんでは騒動の謝罪をしなくてはいけなかったこと。裏では風俗ネタを出したことによって芝なんチャンネルを潰せるとメンバーで話し合ってることを知ってた。あやなん視点。主人公顔で公の場にいる徹也が憎かった。ある日友人の結婚式に出ていた芝湯と峯岸から電話があり、今なら徹也と仲直りできるからおいでと言われ向かうと、徹也と二人っきりにされ、あの日の笑顔が忘れられない等のエモーショナル徹也から口説かれ戸惑った。あやなん視点。芝湯との生配信で仲直りを発表。夫婦で話し合って OK 出した。仲直りを公言され徹也が再び怒ってしまう。東海オンエア10周年の次の日に我慢の限界が来て SNS で爆弾投稿を開始してしまった。芝湯からリサイタルズ芝湯徹也と清水の音楽グループのレコーディングに呼ばれ向かった。その後徹也から連絡が来て、関わらないでって言ったよなと言われた。徹也再びあやなんと距離を取ると決めたのに、芝湯とのゲームの通信先にいたりレコーディングに来るのは不利益だという内容があやなん芝湯両方に LINE で送られた。あやなん視点。10周年までは我慢してお祝いしようとしてた。家用で用意してたケーキもレコーディングで呼ばれたから仕方なく出したのに我慢の限界だった。徹也は謝れない子だと過去にお母さんが言ってたが本当だ。男女の関係になるとなおさらだった。暴露については全く悔いなし。多額の慰謝料を請求し離婚するというのは芝湯ではなく東海オンエアに対して。これが最後。徹也の謝罪もあったし、もう関わることはない。次のしばなんチャンネルで出す動画で夫婦のことについては報告する予定。お付き合いいただきありがとうございました。以上があやなんさんが20分弱にわたって語られた要点だけをまとめた部分になります。あやなんとしば湯のこれまでの SNS 上での絡みを見ていると、
ほぼほぼ離婚するで間違いないのかなとも思えてしまいますね。綾南が10月16日夜にインスタグラムのストーリーズで、多額の慰謝料請求して絶対に離婚してやると宣言したことから、今回の騒動は始まった。綾南は芝優と SNS 上での公開夫婦喧嘩を展開。夫の友人でもある東海オンエアのリーダー、哲也にも不満を爆発させ話題になった。最終的には、東海の哲也が綾南に土下座謝罪し、10月25日には東海オンエアは休憩すると発表し、実質的には活動休止を宣言しました。そして芝優が躁鬱とパニック障害であることも公表。東海オンエアの活動休止で騒動は一旦沈静化したが、4日夜に綾南は YouTube で動画を公開。芝優と交際する前に哲也と一度男女の関係になったことを認めた上で、哲也の芝優&綾南に対する扱いに不満を抱き続けていたことを改めて明かした。ここでの綾南の言葉や話し方からネット上でもかなり賛否が分かれてしまった。動画のタイトル通り、これで終わりとし、本当にごめんね、ファンの人巻き込んじゃってとファンには謝罪。一方で、でもリアルな気持ち、やったことは後悔してないとも語った。動画公開後、綾南は X 旧 Twitter に寄せられた質問に答えた。東海オンエアのファンと見られる人物からは、あ、芝優離婚する気ない感じ、なんか引いた、それなら初めから騒がずに東海に迷惑かけないで欲しかったわという投稿に対して、それはこれからうちらが決めるけど東海続けるだろうから、ここまでやってしまった私とは離婚するのが一番かと思いますと答えた綾南。東海オンエアは活動休止期間は決めていないが、メンバーは活動再開する場合は芝優も一緒だと明言している。4日の動画で東海オンエアをめった切りした綾南は、東海オンエアも大切に思っている芝優とは離婚するのが一番と腹を決めているようにコメントした。これまで視聴者として応援してきた側からすると、かなり心苦しいものです。綾南もかなり強い言葉を使っていましたし、綺麗事かもしれませんが、東海も綾南も応援してきました。日本の YouTube を作り上げてきた人として間違いなく名前が上がるグループです。可能であれば今後も続けていただきたいというのが本音です。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。